はい、おはようございます。原田農園です。今日はですね、9月の21日です。今日もですね、ナスの出荷がありますんで、収穫と出荷を行っていきたいと思います。もうあさってですね、休みになるんで、明日ナスの出荷がないんで、今日は蒸すまで取ってですね、出荷していきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。いいこと言ったね。ああ、ザブザブではい、今白ネギの出荷準備をしていますが、通常ですね、こちらの白ネギの市場出荷は白ネギの箱に入れて出荷します。で、産直市とかですね、あと道の駅にうちが出荷する場合はですね、やっぱり乾燥すると傷みが早いので傷んだように見えますので、ビニールにうちは入れてですね、出荷しています。はい、こちらが作ったものですね。でこちらを出荷するにあたってビニール袋に入れる方法ですが、他にいい方法があるかもしれませんが、うちのやり方、簡単なやり方を紹介したいと思います。こちらの白いこの紙みたいなやつですね。こちらが障子紙、破れにくい障子紙、ナイロン製の、破れにくい障子紙っていうのが売ってますんで、そちらを、寸法をいい感じのところで切ってですね、袋に、ちょっと出るぐらいですね、袋よりに切ってもらって、それを袋の中に入れて、であとは上からネギを軽く突っ込んでやるとスポッと入ります。でそのままスッと抜いてやればすごく簡単に入ります。最初はちょっとこれを使ってなかったんで、服の中に息を吹きかけて無理やり突っ込んでたんですが、今はですねこちらのビニールを使うこと、障子紙を使うことによってですね、簡単に入れることができます。はい、こちらですね、障子紙のナイロンの障子紙ですね。こちらは Amazon でちょっと検索してリンクを貼っておきたいと思います。こちらちょっと一度試してみてください。簡単に入れられます。はい、今ですね、こちらうちの白ネギはですね、2本で1袋、150円で販売してます。1日に約40袋近くですね、完売で、おかげさまで売れてます。ということで毎日40袋から50袋作ってます。はい、白ネギの出荷作業についての紹介でした。